皆さんこんにちは、趣味で中古店やっております、ポジャです。ブンブンブン、カチカトブー、おい、あ、こんばんです。ちょっと続きちょっと行こうと思ったんですけど、ちょっと惜しかった、おい、おいまで来ましたね、記録、おい、おい、はい、今日はちょっと、やってきました、なんでしょうか、久しぶりだな、久しぶり、そう、久しぶり、久しぶりです、なんでしょう、そう、ペヤングを倒して以来もう敵がね、現ってないんだよ。新しい敵が現ってないんだよ、はい、で、この間ちょっとコメントで見たら、はい、なんとこっそりちょっとどっかでちょっとね、多分俺たちにビビってそこまでちょっと世に出てない商品か、はい、ドッグさん大好きの大好き18金ですいや、この商品が好きじゃなくて、ブームさんがこれが大好きだ、はい、あ、そうなんですか、18金が大好きですよね。そうなんです、確かに、そうこれを本人も納得の18金大好き、18金の焼きそば、焼きそば、そう、ほんとだ、焼きそばって書いてある、そう、焼きそば、痛い辛いですね。ブームさん、まだちょっと辛いのは食べれるんです、はい、でもうちのチャンネルでちょっと激辛チャレンジ一回もやったことないんだよ。確かに、そっか、でも多分普通の辛いいやでも、ブンブンさんならちょっと大丈夫です。じゃあ今日はチャレンジ。チャレンジ、そう、はい。しかもね、ブンブンさん辛いもの食べるときね、費用中あんまないからね。あ、そうかっこいい費用中。あ、ほんと、あれじゃあレベル高いかもしれないね。そう。開けてみよう。はい、これ。おお、もう普通のカップ焼きそばの、あれだ。なんか何が入ってるんですか？18金。はい、来ました。と、この何か、銀色の何か。ああ、辛いのもの、はい、違う、これ唐辛子、唐辛子、唐辛子です、で、まあ、ラーメン、はい、麺、ソース、ソース、ソース、じゃあ早速作ってもらってもいいですか。まず麺を開けます、開けます、はい、で、最初は火薬だけ、これが、はい、そこに入れます、今入れますか、今入れます、だ、でかいね、辛いねゴキブリみたいなね、うわっ、うーわシュールやな、はい、必死にこらえてたことをしっかり言いました、さすがわかりです、はい、これを、はい、これもうお湯入れ、はい、お湯入れて、あとマッチです、あ、あとね、辛みが減りますので、18金の素、そのポーちゃんが持ってる方のやつはしっかり絞り出してください。あ、これか、管理のソース、はい、あー、これ、おー、これいいじゃん、お、いい、いい匂い、多分これお酒ほかいいでしょ、どっちがいいかな、まあ一緒でしょ、確か白いワンピース気をつけてね、うわこれから、うわこれ痛いの感じねさあ、おー、うわ、どすっぐポさん、しっかり絞り出してください、はい、やばい、俺ちょっと一回混ぜますか、混ぜましょうか、ちょっとこれは大丈夫、これはもう、はい、完璧、色は大丈夫そうでしょ、おお、でもカメラ分かるかな、でも思ったより赤くはないよね、なんかほんとゴキブリみたいな匂いだな、はい、こっちはもうほんとにカレー粉です、カレーパウダー、大丈夫です、カレーすごい匂い、うん、いや、これは違う、これはカレーの粉です、カレーの方が強いよな、カレーの粉の方が強い、すごいな、いや、これはもう味濃い、はい、そう、どうですか、あ、完全に混ざってますね、はい、じゃあ分け皿を、はい、分け皿、そう、ちゃんと分けてくださいね、ポーさん、はい、もちろんです、これは俺の、そっちが、これは単純、いやいや、これは俺、ちゃんと分けてくださいね、合コンですね、ポーさん、いや、じゃあ俺、これいや、この、これ汚いから、これはちょっと特殊がある、じゃあ、え、何、いや、笑これダメ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 、いやいやダメダメダメ、かわいい、ザラがわかる、これ辛い時にこれを出してください、じゃあブームさんちょっと待って、もうこんなのちょっと俺からいくか、おさすが師匠かな、いや
このために期待できたからね。どう？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 歯ですか？まもないよ。もう二度と聞かん。まあ、18銀言うて、だって前回ちょっとカレーさ、はいはい、勝ったじゃん、余裕で。そうですね、このピンクのやつに関してはもう我々の圧勝と言っても。そう、俺今逆に困ってるのは、ちょっとやばいけど辛くないとリアクションどうすればいいかっていう。なるほど。そう、結構大口で言えますよ。お熱い。でも熱くないよ。いや、このスタレ本当教えてください、何か。あーあ、ぶぶさ、顔の横に箱を。何やねん、このシーン。本当に辛い。辛くない？え、辛くないんですか？あの、情報ください、情報を。怖いね。怖い。怖いなのか。痛くない。腹はこれで全然合ってないんだけど、首の動きと反応がもうねえし。ギブアップ。あー、多い。多い。どうですか、一応あー、静まった。あー、同じ重りで。どうしよう。ポンちゃん結構いったからね、ちょっとだったらまだ大丈夫かな。まあ、これで。どうぞ。辛いね。普通いった。辛い。え？辛いよ。そんな感じ？喉が本当に美味しくない。でも辛い。ソースの量が痛い。あれ、師匠。師匠。でも多分できる。おお。わからない。俺多分もう無理、本当に。しんどい。すごい、なんか粘度がすごいわ。あ、かわいい。今かわいい。今かわいい。あ、今かわいい。やばい。あ、うわ、これワンチャンカレーパウダーも辛いかもしれない。うん、これやばいよ。これ多分レベルマックスだ。本当にこれ一番辛い。やばい、辛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 い。これは無理だよ。18禁エグいわ。なんでブンブンさんさ、普通に喋ってたの。ちょっとしか言ってない。いやいや、そういうレベル。辛いや。辛い。辛いけど、でもやるよ。一気に行ってもな。やばいよ。これマジで。絶望の量や。いやでも、これもともとブンブンさんへの量だから。とんでもねえ苦行しようとしてないが。なんでブンブンさんそんなノーリアクションなの。そのリアクション薄い。すごいわ。でも辛いよ。でも辛いよって言えないもんね、それ。食べたらアイス食べよう。そうだね。いや、それ食べたらマジ参照に値するわ、これ。じゃあ
弟子のムムさん、じゃあこれを添えてあげてください、師匠に。本当に辛い、もうただ今まで辛いよ。よし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 アイス、これどうやって商品開発してるのね。本当に無理よ、もうこれファイナル超えてるわ、うん、あれレベルだよね、あの、うん、俺一回完全敗北した、あのこれ食べられるよって方はマジ本当にポジャに DM ください。皆さん今ちょっとあのまだ深夜になってないやけど9時3分、あのうんこ2回くらい出て、あの今もうほんとお腹壊してる状態です。お腹痛いで、やっぱねあのヨーグルトいっぱい飲んだので、まあケツの穴はまあそこまで痛くないんだけど、でも一番やばいのはおしっこした後のペニスが、ペニスの頭、亀頭ね、亀頭、まあ、あの赤いあのちょっと線が入ってるあの亀頭ね、痛すぎてえぐいのよ、ほんとヒリヒリしてる、あのチンコがヒリヒリしてる、ほんとに。いやーこれマジでね、あの普通にゲームやって集中力をそらそうと思ったんやけど無理やな、もうお腹とチンコが痛すぎてこのダブルショッキングでダウンしてるわ。チンコ痛え。